ワンダーステージにある照明の数では思うようなライティングはできないかもしれないね。そもそも屋外のステージだ。ライティングによる演出はかなり幅が限られる。それに司くんのイメージともすり合わせをしないと。ああ、そうか。当日の天候に合わせて最適な光量が分かるようにしておけばいい。この後計算してみよう。司くんにも協力してもらって。さて、司くんは教室にいるかの？ん？お、ルイカ？ちょうどいいところに来たな。話したいことがある。僕もちょうど話があったところだよ。でもまずは司くんの話からにしようか。どうぞ。これを見ろ。俺たちのステージを宣伝するチラシだ。いつの間にそんなものを。未来のスターは常に先を見て動いているのだ。どうだ、手書きにしてはなかなかだろう。確かになかなかいい出来だ。司くん案外うまいんだね。案外とはなんだ。それでだ、これを折る手伝いをしろ。まあその方がサイズ的には渡しやすそうだね。ちなみに手伝いというからにはそれなりの量があるということかな。ああ、そこに積んであるだろう、あれだ。うん、これはまたたくさん用意したね。何百枚あるのやら。さあ二人でテキパキ半分に折っていくぞ。お断りだよ。え、そんな非効率的な作業したくないな。それにその量、放課後までに終わるわけないだろう。時間の無駄だよ。何を。俺たちのステージを宣伝するためのチラシだぞ。それも。まあまあ聞いてほしいな。何も僕たち自身でやる必要はないだろう。どういうことだ。言葉通りだよ。まあ次の休み時間にまた会おう、司くん。僕の方の用事は後で話しても問題はないしね。いや、待たせたね。はい、お望みのものだよ。もうルイって、なんだその小さいプリンターみたいな機械は。手持ちのロボットとゴミ置き場から拝借した学校の備品で作ったチラシを折るためのマシンだよ。まず本体を机に置いて、アームを机の端に固定する。このアームが折られたチラシの受け皿になるんだ。ロボットのバッテリーで動くから電源は必要ない。あとは挿入部分にチラシをセットすれば。おお、紙が吸い込まれて、おお、半分に折られて出てきたぞ。そして折られた紙がアームの上にピタッと。散らばったりする心配がないということだな。そういうこと。これなら紙をセットするだけでいい。簡単だろ。ああ、確かに。市販されている紙折り機を簡略化しただけの仕組みだけど、性能は折り紙付きさ。チラシ折り機だけにね。やるじゃないかルイ。これをさっきの授業中に作ったのか。そうだよ。ちょっとだけ時間が余ったからロボの AI に紙飛行機の折り方もインプットしてしまったよ。もうなんだかよくわからんが、すごいな。とりあえず授業中ずっと動かしておけば放課後までには折り終わっていると思うよ。
ああ、感謝するぞ、ルイ。いやいや、こちらこそ。置き場所を提供してくれてありがとう。うん、どういたしまして。あいつの変なアイディアにはひどい目に遭うこともあるが、こうして頼りになることもあるんだな。さて、それじゃあ早速髪をセットして。待てよ、あいつ授業中ずっと動かしておけばとか言っていなかったか。このまま降り続けるのか、俺の席で。あ、置き場所の提供って、あいつ、ルイ、お前これじゃあ授業が受けられないだろうが。おや、こんなところにも。見逃すところだったよ。ん？ルイのやつ、花壇で何やって。はっ、まさかまた旗迷惑な演出を思いついて、今まさに下準備をしているところじゃないだろうな。おいルイ、今度は何をやらかすつもりだ。なんだい、鬼のような形相で。やらかすも何も、僕は雑草を抜いているだけだよ。な、何？つまり雑草で何かやらかそうと。何もしないよ。雑草を抜かないと花に日が当たらなくてかわいそうだろ。な、俺に火を吹かせようとしたり、空高く打ち上げようとしたりするお前が、花がかわいそう。雑草、お前がそんな人間らしいことをするはずが。僕が雑草を抜いているだけでそこまで騒げるなんてね。熱か、とんでもない高熱があるんだな。熱なんてないよ、当然のことをしているだけじゃないか。当然、お前が花に優しくすることが。僕は緑化委員だよ、花の世話をするのは当然のことだろう。授業中に変なロボを作っているようなお前が委員会の仕事を真面目にやるのか。それこそいつも作っているような変な機械に全部やらせるのがお前だろう。ま、そちらの方が効率的かもしれないけどね。ただこういう作業は繊細にやらないと花が傷つくかもしれないんだよ。花が傷つくことを心配している。そのリアクション芸、疲れないかい。俺だって好きで驚いているわけではない。いや、やはりただの委員会活動だなどと信じられん。何か企んでいるに違いない。はあ、そういえば司くん、虫が苦手だったね。ぎくな、何を言っているんだ。俺には苦手なものなど。それ、あー、たかだか青虫くらいでそんな。あ、おやおや、これはまた綺麗にすっ転んだね。急に足払いをしてしまって悪かったね。でも足元には気をつけてほしいな。花を踏んでしまうところだったじゃないか。さて、種を植えるときにこぼれてしまったのかな。こんなところに一人で咲いていないで、こちらに来るといい。この辺りがいいかな。急になんだと思ったら、その花のためか。さすがに目の前で踏みつけられそうになっているのを見過ごせないからね。そうか、お前がそんなに花が好きだとは知らなかった。疑って悪かったな。いや、構わないよ。ただ僕は単に好きだというより、
お前のせいで服が泥まみれじゃないか。早く汚れを落とさねば。おや、言ってしまったね。司くんはまだ君たちの素晴らしさに気づいていないようだ。君たちはただそこに咲いているだけで、人々を笑顔にできるのにね。さあ、これで君たちのステージの手入れは終了だ。これからも素敵なショーを見せてほしいね。